いわき市では江戸時代から続くお盆の伝統行事、じゃんがら念仏踊りが繰り広げられ、鐘と太鼓の音を響かせました。いわき市暮らしの伝承号内にある詩人猪狩光直の生家では、地元青年会のメンバーが息の合った踊りを披露しました。じゃんがら念仏踊りは鐘や太鼓を打ち鳴らしながら新盆の家々を回り、先祖の霊を供養するいわき地方の伝統行事です。しかし今年は新型コロナウイルスの影響で中止となった地区も出ています。青年会のメンバーはマスクをつけて踊ったほか、観客席との間を空けたり、会場を2カ所に分けたりするなど、感染予防対策を取った中で行われました。伝統なので、なくしたくないという気持ちもありまして、いわきというと、じゃんがらというのが、今の新盆、お盆の時期の音ですので、今年もできてよかったなと思っています。